ってる。舐めるなよ貴様。うまい。うまいこのクソ雑魚野郎。私たちは愛という名のもと親しみを込めてブラザーと呼び合っています。ヨーブラザー白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます、新しいパッチになりましてバディ&ルーシーがかなり強化されたっていうお話を聞いてます、実は攻略方法がありましてそれさえ分かっていればまあ、以前の、まあ、ルーシーで言えば威力が上がる前バディであれば回復量が上がる前のバチに比べてそんな大差なくクリアできるような方法が一応あります。そのご説明を今回していきたいんですけども、まあ、この一応火力がそんなに高くない火力ご利用しができるようなメンバーじゃないのを想定した今回お話をさせてもらってるんで、まあ、火力があれば同じ要領でもっと早くクリアできるんですけど今回はこの火力ちょっと低めのまあ編成で行って、まあ、こんな感じでしたよっていう動画になります。まずバディ側ですね。今こう見てると分かると思うんですけどもこの青い部屋の方にバディを、まあ、連れてくるように今やってます。この理由としては今回バディが回復量が高いってことでまあ、ゲージの上にある白い範囲内ですね、今振り切ろうとしてる範囲内、上の範囲内ですね、これがアッパーに来てしまった時にバディって回復するために中央の方に逃げて回復するんです。だからこっちの部屋まで連れてきてここでしっかり維持できる状態が好ましいんですね。なので例えば皆さん回復量が高くなったからといって結構スイッチを押すっていうやり方をやってる方おられるんですけども、このスイッチを押すとバディのヘイトがスイッチを押した人になっちゃうんでこうやってほら行っちゃうんですね、うん、でそうなってしまうと中央側の方にすぐ逃げてしまう可能性、回復量が上回って逃げてしまう可能性があるんで残り3ゲージ以下の白い範囲が狭まった時ってすごいリスキーなんです、ボタンを押すっていうのが。なのでそれをやらない設定でいきます。ボタンは押しません。ボタンを押すがことによってヘイトの村ができてバディが中央に逃げてしまう可能性があるんでここはもうタイミングしっかり見てバディがこうやってオーバーしてしまって逃げます。そこをしっかりこうバツバツに打ってこう止めてしまえばいいだけの話なんです。なので今回注意するのはバディが回復するタイミングでしっかり打ってオーバーしたとしても、まあ、こうマガジンの100発以上あるライトマシンガンが非常に理想的ですね。で今回ガンスリンガーのホルスターで、まあ、リロードする時間を極力少なくして常に弾幕を張り続けるようなビルドが好ましいっていうお話ですね。こうやって超えてしまってもずっと打つことができればこのように止めることができます。なのでここに固定しておくことが可能になるわけですね。なのでやんなきゃいけないのは注意点が一つなんですね。まあ今みたいにここの部屋で距離を稼ぐと、回復まで逃げ込まれない距離を稼ぐ、もう一つが絶対にやっちゃいけないのがバディの削りすぎですね。ここもすっごい重要なんで覚えておいてください。バディを削りすぎになった時にルーシーが頑張って、ルーシーがって大変なんですよ。攻撃力高くなって足も速いし攻撃のバリエーションも豊富なんで、なのでルーシー側の人がやばいバディが削りすぎたのでこっち削り合わせなきゃって感じで合わせることが非常に難しい環境下にあるんです。なのでそれだけは絶対しないように、バディ削りすぎは絶対やらないようにしましょう。でルーシー側のやることは範囲内をしっかり追いかけて削るっていう作業だけやってればいいです、ルーシー側に関しては。でルーシーのヘイトが自分に来てしまった場合、それはもう基本的にヘイト受けながら戦うっていうのが今回難しくなってるんで、ヘイト受けたら柱に隠れるなりカバーしたり距離を取るなりして逃げて残りの2人が削るようにしてください。それで自己死がだいぶ減るはずです。一応今言った3つですね、バディの場所、距離を稼ぐ、ボタンを押さない、でバディの削りすぎ注意で、ルーシーの、ヘイトもらったらそのヘイトもらった人は逃げる、でこれで、クリアがかなり楽になるんじゃないかなというところになります。
ぜひお試しください。で最後に編成はバディ5、バディ5人、ルーシー3人の編成が非常にやりやすいと思います。ではまたお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。